チ満塁、一打逆転絶好のピンチバッタープライマル、東京は来た、舞台はマウンドスタジアム、こいつは頂上決戦。まずは初球縦のスライダー、波のバッターじゃ手すら出ないさ。第2球内角高めのストレート、へっぴり腰なら即トレード、まるでノボトルネード。この魔球の切れ味はマジ超すげーぞ。第3球1球外してボール、様子を伺う際どいコース。 Oh shit 手出さねえか。いや、じゃあ次の球種のサインはこれだ。第4球チェンジアップ、タイミングずらして当たってもせいぜいファール。ただいま2-2、一度打席を外したプライマル。俺の手には老人バック、ダグアウトには村田兆治コーチ。第5球外角低めのストレート、ボール1個分でどよめく。スタジアム 3-2 のフルカウント、スパイクで鳴らす神聖なマウンド。最後は決め手のナックル、打てるもんなら打ってみろプライマル。カモンや、俺はアンチ巨人じゃないベイスターズファン。ガキの頃に行ったよポスター、当時親父の影響で三塁側ベースをかける高木豊。上手いプレイヤー山ほどいた町、クラブ活動じゃなくプロ狙ってる。中学公式でいる伸び悩み、軟式に戻る恥忍ぶ。夜素振りすんのが好き、スイングスピードな負け寝でもいた上には上、基本チビをいじめられ、このスタイルを継承、いつでも面倒。野球の鬼には足りないキャッチボール、出たとこ勝負の球際のハドリって感じで小中だけど、チームプレイできなかった居場所、外野がお似合いフォローします全体。セオリーじゃ負けない、実践して苦杯、大会によっちゃ天使か悪魔、見境なくなる時もあった。上がり触りの鍛え方じゃバレる、俺にとって野球は教訓。ただビール片手にどやす親父と変わらねえ、ただの輩である。 1-2-3 と 1-2-0-3 ができればスタンド運べる、ピンチヒッター、はたまたクローザー、草レベルではまだこなすやつ。 Yeah、 ピッチャーシャドウメン、いや次の球はどこに来る、内角低めにクリア俺のもう。 Yeah yeah yeah、 だがだが俺は血迷う、どうしてだろうか。ああ次の球